どうも、バンです。前回の動画、ああもったいないその動画、なぜマイクを使わない、そういう動画をねアップロードさせていただいたんですけども、なんとその動画、マイクを使えと言っときながらマイクの入力レベルの調整を怠っておりました。っていうか具体的にはちょっと説明をもうちょっとしますとですね、今撮ってるカメラ、このカメラはですね、パナソニックのルミックス DC-GH5 っていうねカメラなんですけれども、このカメラの設定でちょっと前にね、珍しく写真を撮る機会があって、インテリジェントオートのダイヤルモードに切り替えていたんですね。で、バンはいつもこの、トーク系の動画を撮るときはカスタム1の設定で撮るんですけども、カスタム1、今まさにこの設定なんですけれども、マイクのね入力をプラス6デシベルだったかな、入力を調整してあるんですね。で、経験上このような感じでの音ならば、明瞭度はバッチリだし、ホワイトノイズですね、僕が何も喋っていた時の音、さーっていう音、ちょっと静かにしてみますね。さーっていう音がだいぶ、この状況下、この設定だと軽減されていると思います。ちなみに今ね、PC は近くにありますし、あとそれから、波の音もしてますし、そういう結構悪い条件での元でね、録音してますんで、ここバーンスタジオとも行ってみたものの、簡易的なスタジオなんで、言うたら PC のファンの音とか、それから波の音とかは若干入ります。なので静かにした時にホワイトノイズはね入ります。あとそれから完全に無音であったとしても、この安物のマイクと、アナログでつないでいるこのしょぼいマイクケーブルでの構成だとどうしてもホワイトノイズは入ります。でもっともっと性能、録音の性能を上げるにはですね、ここに今ちらっと見えているコンデンサーマイクを使えばいいんですけども、すいません、めんどくさいんでそこまでやりません。実質上今この音声で必要十分かなというところはありますしね。でこのマイクを使うとなるとですね、ちょっとね手間かかるんですよ。別撮りしないといけないんでね。この今使ってる GH5 っていうカメラは、このコンデンサーマイクは直接はつながらないんですね。直接つながるね、オプションを買えばいいんですけども、そんな財力はバンにはないんでね。で、とりあえずGH5 っていうカメラの、マイク入力にただつないでるだけなんですけれどもね。ちなみにこのマイクは、バッファローの300円ぐらいのねマイクです。いろいろのこの格安マイクを研究されているね、方のサウンドスマイル佐々木さんっていう、方ですね、サウンドスマイルっていうね、YouTube チャンネルをお持ちの方の情報で、このマイクが僕は好みだなと思ってこのマイクをね買いました。で、ちょっと前置きがだいぶ長くなったんですけれども、前回のバンの動画にはですね、ホワイトノイズというノイズが含まれていました。ちょっとねどんなノイズなのかね、切り替えて、ちょっと実際にその音を聞いてみてください。こんな音です。でね、どういうことなのか、マイクです。マイク、なんで皆さんマイクをね使われないんでしょうかね。はい、こんな音なんですね。で、今この動画、本動画のホワイトノイズを聞いてみてください。どうぞ。はい、前回の方の動画の方がですねホワイトノイズが大きかったと思います。これはどういうことなのかというとですね、GH5 っていうカメラの入力レベルが、違っていたからですね。今の設定はプラス6デシベル。前回の動画はプラマイ0デシベルでした。
で、どういうことかって言ったら、入力原因の違いでなぜこのような違いが出るのかというとですね、これはですね SN の問題なんです。 SN 比と厳密には SN 比と言います。 SN がね、前回の動画悪かったんですね。つまりカメラにしろその音声トラックがあるわけですし、その音声トラックが持つポテンシャルを最大限使う、これが重要なんですね。量子化っていうんですけれども、自分の言った言葉がどのくらい の器のところの範囲で上下するか、前回のね動画を見た時に、SN が悪いと一目瞭然でした。ちなみにこんな今ちょっとここにもあるんですけれども、ほとんどっていうかあんまりねの音の振れ幅がね、見てももうあんま触れてなかったんですよ。つまりどういうことか言ったら、動画編集ソフト上で、音量を6デシベル上げなければならなかったんですね。でおそらく今収録している動画は、そんなと動画編集ソフト上で音量を持ち上げるというような操作は多分必要ないと思います。でね、ちなみに前回のような動画を撮ってしまった場合、僕の喋っていない、前回の動画での話ですよ、無音区間、つまり喋っていない区間の音をなくすノイズサプレッサー、やっと本題に入ります。ノイズサプレッサーっていうね、そういうエフェクターがあるんですよ。ノイズを抑えるね、まあ言ったらノイズゲートとも言いますけれどもね、ギターやってる方だったらね、ノイズゲートっていうエフェクターご存知だと思います。弾いていない時のノイズを抑えると、まあそういうようなねエフェクターですね。でね、このノイズサプレッサーを使っておられる YouTuber の方もちらほらおられます。例えばですね、空調の音がどうしても大きいととか、暖房冷房の音をどうしても、つける必要があるであるとか、そういう場合ですね、そういう場合に自分の喋っていない時に、声の音量を落とすと、自動的にですよ、落とすような処理がノイズサプレッサーなんですけれども、そのエフェクターですね、ノイズ の成分を抑えるっていうか、の喋っていないところを抑えるだけなんですけれどもね。じゃあ喋っているところの音は抑えないのか。そうなんですよ、抑えないんですよ。今喋ってるやん、この喋ったとこも抑えないと意味ないじゃないかというふうに思われるかもしれないですけども、これはですね、人間が喋っている時というのはノイズマスキング効果という作用が働いて、喋ってる時のね、そのバックにあるホワイトノイズっていうのはあんまり気にならないんですよ。じゃあ、喋っていない時、今 0.5 秒ほど喋れませんでしたでしょ。その 0.5 秒のところだけね、ノイズを下げてやるというようなね、そういうエフェクターがあるんですね。ここに図を書きました。このね、ここの部分、これがノイズ部分ですね。だからこれを切り取ってやればいいんですよ、なんか処理でね。アナログでもあります。でもちろんデジタルでもあります。ところがですね、この処理は良し悪しで、人間の声って出だしの部分に子音っていうのがある場合が多いんですね。バンは子音が結構の特徴的だって言われることもあるんですけども、はいどうも、はいどうもですとかね、いうようなね、事前の息吸って、はいどうもですとか、その辺からね、音のニュアンスが伝わる部分っていうのもあって、まあ、そこも、まあ、言うたらカットするわけですよ。で、はいどうもですとかいうところの音がなくなったらどうなるかって言ったらですね、こうなるんですよ。つまりここが急峻に立ち上がることになってしまうわけですね。はいどうもです、ハーの部分がせっかくここに含まれていたのに、それがなくなってしまうわけですね。じゃあどうするのか、これまたね、解決策が実はあって、この先頭の部分にどれだけこう傾斜を持たせるのかっていうね、まあ、そういうような設定ができるのがノイズサプレッサーなんですよ。で
実はかつてのノイズサプレッサー、アナログ時代のノイズサプレッサーはもうここ削るしかなかったんですよ。でも昨今デジタルになって過去のことが分かるようになったんで、過去からここをね十分入れてやればいいじゃないかということになるわけですね。だからここはまあ設定次第というとこなんですね。でね、このノイズサプレッサーをめちゃくちゃうまく使っておられる YouTuber の方っていうのがですね、これアンソニーさんっていう、方です。トゥールビオンカフェっていう YouTube チャンネルのね、方なんですけれども、ずいぶん前にオフ会にも参加していただいて、で交流深めさせていただいた方ではあるんですけれども、この方から実はあのバンはお褒めの言葉いただきまして、バンさんのチャンネルの音がいいんでいつも参考にさせていただいてますっていうふうになんと言っていただいたんですよ。本当あの時嬉しかったですね。ところがですよ、ところがこのバンはですね、そうだったんですか、そうじゃないと思うんですけどね、と実はバンはアンソニーさんの音声 の, あの改善動画とかを見て勉強してるんですよとか言うて、お互いってなことに、どういうことなんだっていうね、まあ、あのそういう笑い話みたいなことになったこともあったんですけども、このアンソニーさんって方はノイズサプレッサーを使われてます。で実は僕ノイズサプレッサー嫌いなんですよ。あのっていうのも、少々ホワイトノイズがバックに乗っててもそれは見栄えの問題であって、実際にこう伝えなければならないことが、なんていうんですかね、伝えなければならないことがあのスポイルされるほどの要素ではないっていうのが僕の考えなんですよ、ホワイトノイズで。ね、ホワイトノイズを気にする系 YouTuber の方がですね、実はもうおられましてですね、まあ、代表格といいましょうか、もうあのもう言わずともがなという YouTuber の方がおられますね。まあ、あんまり、まあ、こういうのもあるんですけど、瀬戸康史さんっていう方なんですけども、まあ、それはそれはもうホワイトノイズとの戦いをね、まあ、ずっとやってこられた YouTuber の方がおられるんですけども、やりすぎです、金かけすぎです、どんだけ金かけりゃいいんっていうようなね、ことをまあ随分やられたようですけれども、まあ、あの方のポリシーがあって、カメラの前でドタバタドタバタこういろんなところにこう動かはるらしいんですよ。でそういう演出のをされる以上、ここにマイクがあるということはですね、この辺とかこの辺とか言ったらやっぱり音量急に下がりますでしょ。だからそれを彼は嫌うわけですね。でそれをものともしない、まあ、高性能なマイク、つまりカメラ側で何とかしようというね、な工夫をされて、まあべらぼうに高いカメラ、マイクを買われたり、しかもそれをずっと試行錯誤されてやられた結論が今の、彼の動画の音声だと思うんですけども、それでも彼の音はオフマイク、つまり音が遠い設定になってます。っていうか聞き場合もそうです、まあ許容範囲だと思うんですけれどもね。でですね、こともあろうかですね、このノイズサプレッサーを使っておられて、あまりにもひどいんじゃないかというような YouTube チャンネルが実はあります。これがですね、スリープフリックスという YouTube チャンネルです。スリープフリックス、音を解説する系の大御所中の大御所やんという、まあ、あのとこなんですね。でもこのチャンネルはですね、どっちか言ったら DTM、 あのミディ楽器であるとかね、そういうような使い方についてのね、解説動画が多いんですけれども、でもですね、音について解説している以上ですね、ちょっとあのノイズサプレッサーの設定はないんじゃないというようなね、動画がめちゃくちゃ多いです。さすがに最近ね、ちょっと改善されましたけどね。で、ちょっと前までの動画、ほとんどの動画が出だし、声の出だしですよ、何言ってるかわからない、もう出だしが分からへんもんやから、そこを類推して聞かんとあかんもんやから、ちょっとね集中できないんですよ。
で、のバッサー切ってはるんですよ、音の出だし。で、まあそれはね、音と音の間はまあ綺麗にすっからかんで、なおかつ BGM が乗っているというね、マニュアル通りね、いらんやん BGM。 BGM の作り方の解説とかしている動画の中に BGM があるもんやから、ややこしいややこしいと、まあ、あのすいません、デスティばっかりで、あ、じゃああれなんですけれども、ノイズサプレッサーってのはそういうもんなんですよ。諸刃の剣とでも申しましょうか。でね、あのと性能の悪いノイズサプレッサーはデジタル仕掛けであっても、この先頭の部分があのスポイルされます、持っていかれます。なのでの本当諸刃の剣で、ノイズはバサッとなくなりますけれども、でも本末転倒にならないようにしなければならない。つまり音の出だしってやっぱ、すごい重要なんですよ。何言ってるかが分かる部分の、ものすごい重要な部分が詰まってるのが音の先頭なんですね。で、そこがことごとくスポイルされているのがこのチャンネル。まあ、あの最近は前にも言った、さっきも言った通り、だいぶ改善されましたけれども、まあ、ひどかった。まあ、あんま言うとあれだよね。すいません。本日の動画は以上です。ではでは。